来年は寅年ということで、元気で明るい年になる願いを込めて、窓口でも年賀はがき1枚でもご利用いただけるよう声掛けしていきたいと思っています。毎年この年賀の搬入が終わりますと、郵便局全体が年末の繁忙のモードに変わってきますので、ちょっと一丸となって頑張っていきたいと思っています。 SNS が発展しますので、ただ手書きのぬくもりのある手書きのハガキをぜひご利用いただきたいというふうに思っています。